このサイズはなかなかね、楽しいです。来た、ヒットです。英明バルやな、うん、おー、スイカシラですね。ボコボコ釣れるな。ブレはよう引きます。はい、今回はとっても手軽に簡単に餌釣りが楽しめる虫ヘッドをご紹介したいと思います。はい、この虫ヘッド、ルアー用ジグヘッドとは大きく違う点が3点あるというふうにお聞きしたんですけど、どんな点ですか、教えてもらえますか。はい、まず1点目です。持ちやすい形になってます。はい、持ちやすそうですね。はい、とても持ちやすいです。はい、どんなメリットがあるんですか。持ちやすいので餌をつけやすく、はい、また魚がかかっても外しやすくなってます。ああ、なるほど、手返しがいいっていう感じですよね。うん、そうです。ああ、わかりました。まあ、餌でヌルヌルしてても持ちやすいっていう感じでしょうかね。そうですね。はい、じゃあ2つ目はどんな点ですか。はい、2つ目はこの生餌キーパーです。はい、それはどういうメリットがあるんですか。はい、これがあることで餌をしっかりとホールドしてくれます。ああ、柔らかい虫餌とかオキアミとか。そうです、どうしてもあの投げることもある釣りですんで、これがないと餌がずれてしまいます。なるほど、これがあれば餌ずれない、取れないっていうことですね。はい、はい、じゃあ3つ目はどんな点ですか。はい、3つ目はこの針先です。なんで外向いてるんですかね。はい、これは魚が餌を吐き出した時に口の中に針が刺さるような形になっています。なるほど、そしたら落ちていく時とか、あの、まあ、フォール中っていうんですかね、はい、そういう時にもかかりやすいっていうことですか。そうです。はい、あと追ばむようなあたりもこの針先が捉えることができます。ああ、カワハギとかグレとかベラとかそういう魚ですね。そうですね。はい、実際に虫ヘッドで釣りをするポイントはどんなところを狙えばいいんですか。はい、まず一つ目は防波堤の際です。あ、際、はい、それは何でですか。はい、防波堤の際には落ちてくる餌に反応する魚がたくさんいます。はい、他にはどんなところを狙えばいいですか。はい、防波堤から5メートルから10メートルほど行った沖の底。5メートルから10メートルほど沖の底。はい、はい、何でですかそれ。そこには防波堤の基礎が入っていますので、出魚なんかが多く住んでいます。ああ、カサゴとかベラとかそういうやつですね。そうですね。わかりました。じゃあちょっと実際に、はい、その際と、はい、それと沖の底と、はい、いうのを釣り方を見せていただけますか。はい、わかりました。はい、はい、刺し方です。ではあの壁際にいる魚を落とし込みで狙いたいと思います。はい、壁際に落とし込む、これだけです。当たりがあればラインが止まったり走ったりしますので、その時は積極的に合わせていきます。ラインが止まりました、合わせます。ヒットです。ちっちゃいですけどグレがヒットしました。おっと、元気ですね。はい、こんな感じです。ではキャストして底の魚を狙ってみたいと思います。投げます。はい、では着底させます。糸の出が止まったら着底のサインです。はい、着底しました。ゆっくり巻いて止める、ゆっくり巻いて止める、ゆっくり巻いて止める、ゆっくり巻いて止める。当たりがなかったらちょっと止めておく時間を長くします。あ、今当たりが来ましたけど。お、さあ、あ、当たってる。ヒットです。さあ、これは何でしょうか。はい、イソベラです。3グラムヘッドがっつり食ってます。おお。はい、次どんな釣りですか。はい、グレが回ってきてますんで軽く投げて狙ってみたいと思います。
投げてゆっくり落とし込むだけです。はい、グレヒットです。おお、綺麗に糸走ったね。ねえ、グレはいい当たりを出してくれます。おおおお、引く、ほい、おお、はい、見して。あーっと、すんません。はい、ガッツリ食ってます。これが虫ヘッドです。餌の威力やね。はい、はい、そしたらちょっと全体のね、道具立てのことをお聞きしたいんですけど、はい、はい、と言っても竿、リールと虫ヘッドと餌があればできるような簡単な釣りですよね。そうです、ものすごく手軽な釣りです。まあ、あえて言えば魚を入れる水汲みバケツぐらいでしょうか。そうですね、あとこの、まあ、ライトタックルがあれば成立する釣りです。はい、延べ竿でやってる人もいますよね。そうですね、もう延べ竿の先に虫ヘッドをつけちゃうだけで OK です。はい、虫ヘッドは、ウェイトは何グラムから何グラムまであるんですか。そうですね、虫ヘッドは 0.5 グラムから、はい、4.5 グラムまで、はい、あります。使い分けとしては落とし込む釣りの場合は、落とし込む時は 0.5 グラムから2グラムまで、軽いやつですね。そうですね、できるだけ軽い方が当たりが多いです。はい、でキャストしてボトムを取る場合は、そうですね、そこを取りやすい重量にしたいので、まあ、2グラムから 4.5 グラムぐらいがおすすめです。はい、わかりました。しかしこの虫ヘッド、餌つけるとあんなに当たりがあるもんなんですね。バンバン釣れましたね、グレからカサゴからメバルまで。はい、とにかく当たりが多くてよく釣れるのが虫ヘッドの魅力です。手軽で簡単に楽しめる虫ヘッド、ぜひ一度ご体験ください。